ジョン・フレンジャー今日大槌の仮設商店街、お仮設商店街これすごいね、小学校のグラウンドを整備して、うん、この仕方でね、うん、今日水曜日の暇なんですけど、このにぎわいがすごいですよ、車のバスが。すごいね、すごいね。で、このさ、仮設商店街のさ、僕らずっとさ、岩手の北からこちらの方回ってたんですけど、これ見て、ツタヤってなんかすごい嬉しくない？今まではね、こういった他の商店とか、うん、スーパーとかはね、いろいろあったんですけど、まあね、生活っていうか、うん、生きていくことに直接関係しているものが多かったけども、こういうエンターテインメントの復興の印ってさ、なかったです。なかったね、はい、ちょっと行ってみようか。そうです、この大槌町の蔦屋です。蔦屋エンターテインメントが被災地に開かれたっていうのは、なんかずっとこの9ヶ月間回ってまして、初めてのことかもしれません。蔦屋が大槌、この全部流されて、仮設住宅だけのだった大槌にエンターテインメントのカラーがポーンと差し込んだ感じがします。先ほどお店の人に聞いたらばですね、やっぱり3月11日震災のあと映画館に全然行けず、新作を待ちに待った人々がとても多く来ているそうです。新作がまずは大人気。それと3月の11日っていうのはドラマのワンクール終わりですよね。ドラマの最終回を見逃した人々がたくさんいたんだそうです。ドラマの最終回をみんな借りに来ている。もう一つ人気なものがあります。こっちだ、これです。韓流、この広さから見るとしおちゃん、韓流多い少ない？多いです。すごい多いよね。韓流ドラマがやっぱり大槌の人には大人気。まあ長いしね、割と時間がある被災地の方には韓流ドラマはとてもとても愛されるんではないでしょうか。この蔦屋から、元気が広がっていくことを望んでます。それでは。